曹の大軍は1ヶ月余りの苦しい戦いを経てついに樹春を攻め落とし炎術を破ることができた。一方長州は劉表と手を組み、曹操が巨都を離れている隙に中原に進出した。曹操は大軍を引き連れて巨都へ急ぎ戻った。建安3年西暦198年、曹操は3度も長州討伐に出た。曹操の軍だぞ、早く逃げろ、早く逃げろ。よいか、辺りの村に触れを出せ。曹操が来たのは天使の命にて逆賊を討つため。恐れるなと。俺しも今は麦の借り入れ時、我が兵に麦を踏むものあれば切ると。はっ。民が安心して麦借りできるよう軍旗を厳しくせよ。はっ。はっ。待て、急ぐあまりに民が丹精込めた麦を踏んだりするなよ。はっ。いや、大軍首謀はおらんか。はい。わしは麦を踏み荒らしてしまった。上将の罪ではございません。己が決めたことを破ったのだ。罰を受けよう。上将。いけません。動くな。守らねば。上将、春秋にも法はたっときに加えずと、大軍を率いるお方が自害などなりません。上将様、上将様、春秋に法はたっときに加えずとあるのか。では死ぬのはよそ。上将、軍令は軍令だ。本来なら死罪。首の代わりに髪を切ろう。上将。
ここはどこだ。あと20里で炎上でございます。ではイクス、右の丘へ登ればイクスイが見えます。真诚。